通り、岡道路とは、岩手県陸前高田市から大船渡市までの間に存在した有料道路、日本道路公団が建設及び管理を行っていた。建設中の名称は、火曜藤峠道路、大船渡市側の展望所にある記念碑。展望所からは、大船渡湾港と太平洋も見える。陸前高田市、米崎町の給料金所付近に残る。 日本道路公団の文字が入った、境界区陸前高田市、米崎町から大船渡市大船渡町までの間を結ぶ一般国道45号のバイパス道路。1963年に日本道路公団が管理する有料道路として供用され、1973年に建設省に移管され、無料開放された。有料道路としての証言は以下の通り。 江戸時代の三陸地方の陸上交通は南北方向の街道として浜街道が整備され、現在の岩手県南東部の区間は気仙道と呼ばれていた。このうち現在の陸前高田市から大船渡市にかけては箱根山北側の火曜岡峠を通過していた。火曜岡峠は急峻な峠道であったことから自動車交通の道路としては発展せず、 1953年に二級国道として指定された国道111号は箱根山の南側を回り込み、広田半島の付け根に位置するおとや松崎を通過する経路であった。しかし国道111号は海側へ迂回する形となっていたため距離が長く、特に大船戸川では海際まで迫る断崖と密集する人家との間を縫うような福音教書をかつ、 線形不良な道路であったため、早期の改築が望まれていた。このため、火曜火峠を短絡する国道111号のバイパスを建設することとなり、日本道路交段による工事が1961年1月に決定し、同年11月21日に工事が開始された。工事は1963年11月7日に完了し、 同年11月30日に供用された。工事中は、火曜化峠道路として建設されたが、供用時には、東両化道路という名称に改められている。また、もともとは二級国道八の仙台線の改築工事であったため大船都市川を起点としていたが、現道が1963年4月1日に九国道45号に昇格した際、奇襲点が、 仙台市から青森市までとなったことから工事開始時と工事完了時で奇襲点が逆転している。通り、丘道路の開通により陸前高田市と大船渡市との所要時間は約30分短縮された。共用開始2年目の1964年度には年間156,602台だった。交通量は年々増加し、 1972年度には68万4790台を数えた。交通量の増加に伴う早期無料開放の声の高まりを受け、また、旧一級国道の一時改築が1973年度をもって全国的に完了することから自治体が未償間額の一部を負担することを条件に、日本道路公団の管理する旧一級国道の バイパスを無料開放することとなり、類似の有料道路とともに1973年3月31日をもって料金徴収を終了し、翌4月1日から無料開放された。無料開放に最新岩手県が負担した未償還額は630万円であった。無料開放後は建設省によって維持管理が行われ、2016年現在は、 東北地方整備局三陸国道事務所が所掌している。海側を通っていた原動区間は岩手県に移管され、その大半は岩手県道38号大船と広田陸前高田線となっている。三陸海岸を南北に重走する自動車交通網はより高規格な自動車専用道路として、 三陸自動車道の整備が進められており、陸前高田市と大船渡市との間を結ぶ区間は、高田道路として完成している。この内火曜火峠を挟む区間は2009年3月15日に共用開始され、火曜火峠は延長線230メートルの通り丘トンネルで通過している。これにより、高田道路完成前は1日あたり約11,500台あった。 旧通り、丘道路の交通量の大半が転換され、開通から1年後の2010年3月には、1日、あたり約1600台まで減少している。2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震による津波は、陸前高田市及び大船渡市にも大きな被害をもたらした。海岸から離れた地域は、被害が小さかったものの、 陸前高田バイパスとの接点である、起点付近は津波の直撃を受け、JR 大船渡船等と立体交差していた沼田湖船橋が流出するなどの損害を受けた。ありがとうございます。